はい、どうもあわです。今回は、ニズの、防具、有能な防具7種類、こちらの方を紹介していきたいと思います。前回の武器の時と同様で、防御力だけで選ぶというようなことはなくて、その防具が持っている耐性だったりとか、あと装備できる、職業の幅ですね、それとか、あとは他の防具との組み合わせで耐性の幅が広がる、そういう防具をちょっと選んで、7種類紹介したいと思います。まず最初なんですけども、銅鎧ですね。これちょっと意外に思われると思うんですけども、僧侶が装備可能な防具で、序盤から入手可能で防御力が5なんですよね。これってかなり高性能なんですよ。序盤で入手できるとしては、本当にプレートメールと同じ防御力なので、これプレートメール系が装備できない侍とか忍者にとっても重要な防具になってきます。多分中盤過ぎぐらいまではもう銅鎧一本でいけるんじゃないかなっていうぐらいに、防御面ではちょっと優れてますね。価格の割に本当にコスパのいい防具です。これね、シーフが装備できたら本当もっと良かったんですけどね、とりあえずはまずこれですね。そして、2つ目なんですけども、今度は支えの盾ですね。こちらの方もちょっと、中盤ぐらいからかな、多分手に入るとは思うんですけども、本編クリア前までっていう風にちょっと期限切ると、防御力3っていうのはもう最高水準の盾になります。で、この盾の場合だったら、侍忍者も装備できるので、序盤から本当に本編クリアまでの間、多分前衛はもうこの盾か、それかもう一つこの上にある聖堂の盾ですね、この後で紹介しますけども、そのどちらかを使っていくことになるんじゃないかなと思います。で、クリア後もこれを超える盾ってなかなか手に入らないので、クリア後にもお世話になると思います。そして先ほどちょっと触れたのがこの聖堂の盾、こちらの方は支えの盾よりも防御力としては1下回って2なんですけども、これ装備できる職業の幅めちゃくちゃ広いです。魔術師以外も全員装備できます。明治以外装備できるっていうのは本当にもう幅広く使えるっていうのもそうなんですけども、もう一つ大きな効果として毒と麻痺に対しての耐性持ってます。これすごく優秀で、例えば僧侶を前衛で使われるっていう、そういうパーティー編成される方にとってはこの盾僧侶に絶対必要になってくると思います。僧侶が麻痺するなんていうのを絶対に避けたいみたいなので、その意味では有能な盾になってきます。そして次は、希望の胸当て。これは中盤以降ですね、終盤まで多分結構な頻度出てくるとは思うんですけども、耐性とかは特にないんですけども、これ先ほど、最初に紹介した銅鎧と同じで、プレートメール系の鎧を装備できない僧侶、忍者、侍、この3つの職業が装備できるっていう部分ですごく優れてます。防御力6っていうのはもうほぼほぼ終盤まで耐える防御力なので、あとは中立だったら中立の鎧っていうもっと優れた鎧あるんですけども、こちらはもう性格を選ばないっていう点でも、幅広く、汎用性に富んだ鎧として使えると思います。そして次、氷の鎖飾りなんですね。こちらは先ほどの希望の胸当てと全く同じなんですけども、装備できる職業も同じ、ただこちらの方は氷に対しての耐性があるんですよね。で、ウィザードリーもそうですし、ミズもそうなんですけども、氷系の呪文って結構強力なものが多いんですよね。ミズで言えばフリーズ、メガフリーズ、ギガフリーズっていう風に、この3種類、特にギガフリーズに至ってはもう最大ダメージ本当に大きいので、98だったかなぐらいまであるので、それを耐性得られるっていうのはすごく効果大きいので、もしも入手できたとしたら、希望の胸当てから氷の鎖飾りへの、装備の交換ですね、これがおすすめになってきます。本当は全員分揃えたいぐらいの鎧です。で、そして、次はミンクのグローブ、こちらの方は、霊気と石化に対しての耐性が、
まあ、非常にありがたいコテになりますね。防御力は1で、あの銀のコテの3と比べるとちょっと、まあ、物足りない部分はあるんですけども、これ先ほどと一緒で僧侶が前衛に出るパーティーはもう必須になってきます。僧侶の石化を防げるっていうのはもうめちゃくちゃありがたいことなの で同じようにまあ、霊気も防げるっていうのもあって、氷の鎖片びらがなかなか手に入らない時なんかにはこのミンクのグローブ、これがやっぱりありがたい存在になってきます。防御力ばっかりにちょっと目を抜けてしまうと銀のコテってなってくると思うんですけども、この体勢、霊気と石化っていうのは防御力2を捨ててでも得たい体勢だと思います。そして、次なんですけども、これちょっとね迷ったんですけども、戦士とロードしか装備できないんですよ。ただ防御力7っていうのはクリア前、まあ、本編クリア前では、まあ、ほぼほぼ最高の防具になってくるんですね。防御力なんですね。で火に対しての抵抗があるんですよ。で、これ先ほど あのミンクのグローブと組み合わせて使うと火と氷と石化に耐性を得られるんですよね。であとまあ防御力をちょっと捨てていくことにはなるんですけども、ここに青銅の盾を加えると本当に毒麻痺石化で火と氷っていう風にほぼ全ての耐性を得ることができるっていうので、その意味では戦士とロードしか使えないんですけども、貴重なこの前衛の火力、メンバーに耐性を持たせることができるっていうのは結構有能な防具になってくるんじゃないかな。単体で見るとそれほど魅力的ではないんですけども、他の防具と組み合わせることですごく、強力な防具として使えますので、こちらも結構入手しやすいので、クリア後のダンジョンでも使えると思いますので、ミンクのグローブなどと合わせて使っていくと結構便利だと思います。ということで、今回は水の防具の方7種類ちょっと選んで紹介させていただきました。こんな感じで水に関する動画今後もちょっとアップしていこうと思ってますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。ということで、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。